みてえな大人とか社会、そんな奴らを全員返しに差しちまえんじゃねえかと思ってよ。心を盗む怪盗、いよいよだね。奪い取ってやろう。今しがた入った速報です。連日世間を賑わせている怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け総理大臣が記者団の質問に答えました。一連の精神暴走事件、偶然の一言で片付けられないんです。もはや国家の一大事だ。怪盗団一掃の件引き受けてもらえるね。例の転校生ってのはお前だな。とにかく問題起こさないで。前歴持ちの転校生って、なんで俺らが悪者にされるんだよ。俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。結果で証明してあげる。どうすればいいの？あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。パレスを消すってのは要は改心させるってことだ。怪盗団の実在は信じてるとしても、心を盗む手口なんて現実にあると考えてるかな。物証はないわ。ただいろいろな条件に合致する。たまたまだよ。普通はもっと見た目も歪んでる。一つだけ、あい、そいつの正体まで突き止める方法。若い女は便利ですね。力がなくて頭が悪い。うぜんだよこのナリキンが。全力でやりすぎだ。二重生活も楽じゃねえな。調べてみればただのガキどもだ。怪盗にできるのは所詮は誰かの心を改心させることだけ。君たちの幸せのためなんだ。こんなに辛いのにまだ逃げちゃいけないんですか。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。前を向いて戦い続けるの。ドイツも覚悟は決まったな。残ったのは人々を救いたいって執念だけ。利害は一致してる。僕と手を組まないか。